さあ皆さんおはようございます。藤夏健でございます。今日はオセロの攻略動画の第2回ということで、前回はですね X に不用意に打ってはいけないというお話をしましたが、その X に打たない同士で今戦っております。さあ突然ですが問題です。この局面、白と黒どっちが有利だと思うでしょうか。まあね、今普通に47対7で黒の方が多いので、まあ黒が有利だと思われがちなんですが、次に白がここに置いたとします。この時点で黒が置ける場所がもう2箇所しかないんですね。 X か X じゃないところなので、 X じゃないところに打つとこのように隅を取られてしまいます。かといって X に置いたら置いたで、こちら左下の隅が取られてしまいますね。もうこの時点でかなり黒が厳しい状態となっております。このように左上も取られてしまいますけれどもね。ということで、この後、実戦でですねどう進んでいったか見ていきましょう。まあ、このように実戦は進んでいきますけれども、お分かりいただけるだろうか、パスが多いですよね。とにかくもう黒の置く場所がないので、パスパスパスの連続になってしまうんです。つまりオセロというのは終盤に多い方が有利に見えて、実は不利なゲームなんですね。ということで実戦でですね、これ今白と黒戦っておりますが、なるべく少なくひっくり返そうとする白対、なるべく多くひっくり返そうとする黒で戦っております。そして、第1話を2人とも見たということで、 X には不用意に置かないようにお互い戦っております。この対局がどうなっていくのかをまずご覧いただきたいと思いますね。とにかくね、黒はさっき、かなり多かったのでパスが連続してしまいました。まあ、後半ね、多い方が不利だということがお分かりいただけたかと思います。で、もうこの状態でね、中盤ですけども、白は少なく取ろうと意識をしているので、かなり白少ない状態ですよね。今ちょっと多めに返しはしましたけれども、とりあえず少ない白対多い黒、これがどうなっていくのか。さあもう早くも白が残り5個、これ負けるんじゃねみたいな感じになっていきますけれども、白がですね徐々に、いい具合でですね、白から置くところが結構あるのに、黒からは置くところがすごく少ないっていうのを、見ていただきたいと思います。かなりもうね、白が置いたその近くぐらいにしかね、黒置けないんですね。さあここで、とうとうやってきましたね。もう黒が X にしか置けない状況になってしまいました。なのでこのようにですね、序盤から多く取ってしまうと、どんどん置く場所が狭められていき、しまいには、X にしか打てない、そういった状況を作られてしまいます。でこうなってくると、もう白は隅をまず取ったので、ここからヤスリ攻めといってね、確定石を増やしていく打ち方で、このように黒はもうパスが連続してしまいます。ということでございまして、今回、覚えていただきたいのは、なるべく序盤から少なく返していく、これがオセロの必勝法、正しい考え方となっております。ということで、もうちょっと深い戦術なんかも徐々に徐々に、やっていこうと思っております。